12月14日月曜日の天気をウェザーニュースキャスターの檜山沙耶がお伝えします。上空の寒気が南下し、日本海側を中心に雪や雨の範囲が広がります。西日本でも雨や雪が降りそうです。夜にかけては雪の範囲が広がる可能性がありますので、路面状況の変化にお気をつけください。北陸、北日本海側を中心にこちらも傘の出番です。雷や突風にも注意が必要となります。北海道はこちらも日本海側を中心に雪が降ったり止んだりします。沿岸を中心に風が強く吹きますので、吹雪による視界不良にもお気をつけください。一方、九州南部から関東にかけて太平洋側を中心に広く日差しが届きそうです。ただ東海から関東は日差しが届いていてもにわか雨が心配です。関東北部では標高の高い地域で雪の降る可能性もありますので、空の変化には注意をしてください。また日中の気温について見ていきましょう。予想最高気温は西日本、東日本で10度前後、東北や北海道ですと10度以下となるところが増えていきます。特に北海道では真冬日となりそうです。では今後の予想積雪量も見ていきましょう。24時間の予想積雪量です。北陸、以北の日本海側を中心に10センチ前後雪の積もる恐れがあります。こまめな雪かきを行っていきましょう。以上、天気をお伝えしました。